俺はどうしても日本にはないあれを見たかったのよ。今からねその場所にねあなたをご案内いたしますので、本州四号線ここからだいたい15分ぐらいですね、チャリで。まあ気をつけて移動しましょう。さあまた後で戻ってくるからな、ザ・シャード君。さあ到着です。すごいね。何がすごいね。俺もね実物初めて見たから。さあ龍一くんは見つけられるでしょうか。俺が近づけば近づくほどレーダー強くしてあげるわ。ピー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 。そうです、本物です。すげえ。それも割と有名なやつ。すげえな。こんなちっちゃいんだね、ネズミだからか。何がすごいか分かったわ。そりゃすごいわ。ワオってなったでしょ。マジか。なんかさ場所も知ってて来たけどさ、宝探ししたような感覚にならん。こんな普通の何でもないさ。そう、我々はロンドンに慣れてしまい、とうとうもうロンドンのどんな道でも何でもない道になってしまったのである。どう、15分の自転車の旅の価値あった？あったな。じゃあな、バンクシーマウス、会えてよかったぜ。